サイガーファンディングフランチャイズバージョンあのー、はい、フランチャイズチャンネルさんにどっぷり手伝ってほしいと思っていらっしゃってるじゃないですか、はい、そうですでもなんかこれどっぷり手伝ってもらうためにはこう。 障壁っていうか一大トラとしてのこう感想なんですけど、うん、株式会社ハレルヤ代表斎藤智春世界で絶大な人気を誇るマジック・ザ・ギャザリングポケモン・カードゲームの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トモハッピーとしての活動で年商は50億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのかやっぱり加盟金50万円で安くて始めやすいとか、うん、ロイヤリティが えっと、6.5%でまあそれもロイヤリティも少なめとかっていうのは FC フランチャイジーさん側からするといいんですけど手伝う側からしたらその辺りの一部をこういただくことで手伝うって考えると1店舗あたりのバッグってまあ当然少ないわけじゃないですか、はい、ボ数が少ないんで、うん、そうなるとものすごくこう店舗を増やせるものっていうのを伝えないと。 いいけないわけなわで前田さんのこう質問と近いんですけどその競争がもしなんか味だけだったら競争できる武器っていうのが味だけだったらなんか本当に周りの人に実際食べに来てもらって加盟してもらうっていうのはいいと思うんですけどちょっとずつ増やすっていうのはなんかインターネットを使ってこう一斉に宣伝したりとかプッシュするときにどういう部分が 押せる部分になるんだろうっていうのはもっと他の武器をできたら教えてほしいなって思うんですよねうん他の武器ですかねなんかそもそもそのかなりワクワクするようなたくさん出せそうなビジョンとか勝率っていうのを伝えれないとなんか難しいかなって気がしちゃってるんですよね私としてはうちが今持ってる武器とでは本当にもう味が違うまあ味が美味しいというその辺以外は今のところないですね その他の他とところはちょっと考えささてくださいでもその武器っていうのは逆にその辺は私はあのこの FC チャンネルの皆様に手伝っていいたただきたいですなんか味をもっとうまく伝えられないですかね食べなくても揚げたてとか4時間経ったやつでも、うん、実際食べなくても味がなんか例えばタテやさんだとこういうそのデメリットがある調理法とか味付けなんだけどうちはこうやってるみたいなその出せる範囲で。 なんか他の韓国チキンをいっぱい食べたことがないんで相対比較できてなくてさっきのがどれぐらいのレベルだったのかっていうのはあんまりわかんないそうですねなんかいっぱい日々食べてきてないんで日本人ってそれこそ分かんなかったら全部美味しいと思うんですよ韓国フライドチキン自体が店のこうレシピをシェアしてもらってるとかなんかそれはないですね何かしらその作り方はですねもももうう作り方ももう弊社 独自の作り方で、今のところうちはその味付けは3段階であのやってるんですけれどもまずはその下味付けをしてその日には売れないんですよ売らないんです、うん、でいちいちあの冷蔵庫の中に置いとってそのお肉はあのチキンパウダーの,その液体のソースにつける。 でその最後にまた天ぷら粉につけて揚げるっていうその3段階でやってるんですけど申し訳ないながらその先ほどおっしゃったようになんかすごい有名な政府さんから教えてもらったとか、うん、こういうなんかメーカー屋さんと同じやり方ですよじゃなくて本当に今うちはもう金ちゃんチキンならではのやり方でやってますのでじゃあもう独自の研究を重ねるとしか言えない状態なんですかりりまましたあががとうございます例えばキムさんがハンンバーガーガのフランチャイズ、はい マクドドナルドとかいろいろモスバーガーとか、はい、バーガーキングとかドムドムバーガーとかいろいろあるじゃないですかはい何に入りますフランチャイズに入ると入るんだったら私はもうこれはもう大きからじゃなくてですよ、はい、これは一つの子どもの頃からの夢もあったんで、はい、マクドナルドですマクドナルド私はそれ理由は何ですかいやただあの20歳からただマクドナルドがやりたかったんですもんね 実はあのハンバーガーとか好きではないんですけどただあの小のちゃい頃からなんかマクドナルドオーナーになりたいなと思ったことがあって、はい、それ多分あの前田さんの求めてる答えにはならなくて単なるあなたの夢なので解決できないね質問があまりなてですか、ねはいでかその回答でも少し分かる部分があって、うん、マクドナルドはやっぱり親しまれてる、ね、有名、まあ、そういうところでやっぱり印象的にマクドナルドを見る機会が多かった。 それを逆の視点で考えたときに、キムさんがフランチャイズの加盟店さんに与えられるバリューを逆算して考えないと店舗数を増やすっていうのは、非常に味だけっていうところ、ね、まあこれはもう多分今の中ではないから、ここを議論しても進まないと思うんですけど、まずそこの差別化っていうところをしっかりと、まあ今大きなトップがもう見えてるので、そこを分析して、じゃあ何をこう変えられるのかっていうのを考えていかないと、フランチャイズを増やすっていう意味では、 かなななり茨の道になっっててくるなとは思いますまあ渡美、ねまあ、もね BBQ オリーブチキンを、まあ、おそらくあれ力入れるんですよ唐揚げの天才があんまりよくないからまあそりゃ渡美が力入れりゃそれなりに増やすと思うしまあでも逆に僕なんかはちょっとまあ BBQ とかできない人がちっちゃいの探してっていう人もいるかななんていうのも考えるけどねそれはセブンイレブンじゃなくて山,山崎論 <laughs> そううま論、あ、そういうのもあるかもしれない。 でも基本は味だと思うけどね僕たちにどんなお手伝いを期待しますか私はですねあのその中身に関してはすごい自信を持ってます。で実際にですね日本の方がおっしゃったようにこれが本当にどこまでのレベルなのか実際よく分からんですけど私はあのうちのチキンバ召し上がったことがある。 韓国の方々の評判といえば、本当に中身は自信があるので、要するにいくら物が良くても、売り方がすごい大切だと思うんですよね。そのマーケティングの方をどうにか宣伝というか、その加盟店募集というか、その辺は、がっつり手伝っていただきたい。どういう感じがいいですか株式会社 FC チャンネル代表、林直宏。年賞は衝撃のゼロ。 学生企業から快進撃フランチャイズで全国制覇を果たした実績とノウハウを武器に虎の子のビジネス拡大を支えるサービスですよフランチャイズの方が志願者に試練を与え物語を新しい未来へと導くまずは少なく手堅くいくかもう広げられない一気に広げたいいやもう一気に広げたいですねなるほど、はい、じゃあ一気に広げたいのはいいんですけど、うん、まだ1ヶ月しかやってない店舗を一気に100件作っちゃったら 大丈夫ですかでそれで大丈夫かどうかどあれでそれでもうすでに準備はしてますそういう風に実際作ることはできるし、うん、運営はできるかもしれないですけど、うん、お客さんが来るか分からないじゃないですかううう初めの1ヶ月だからオープンケーキで来てるだけかもしれないですよ、はい、それを一気に100件広げていいんですかうん。でもやっぱりそのビジネスって波も結構あると思うんですけどその一気にこの波に乗ればお客さんはもうバーって来ると私思ってるんですよね 一ヶ月しかやってないのに、そんで一気に百件作って大丈夫です。それはだって一気にやることが大事ですってのは心配になっちゃいます。それでみんな赤字になっちゃったら大丈夫っていうそうですね。この段階でだったらもし赤字だったら全部買い取って直営化しますぐらいのが <laughs> あればなんかっていう感じですね。フランチャイズでやっぱそういう面があるんですよね。その辺だと思います。その辺はあのまあ自分たちももうちょっとゆっくりちょっと。 考えます。自分としてはその一番リスクを持ってするのは私自身ですもんね。で私はあの自分の人生をかけてしているのでそのリスクというか計画のことを誰よりも考えているのはあの私は自分だと思うんですよ。 で,そのでもやっぱりあの計画性がちょっと足りないとかちょっと一気にして大丈夫かどうかあのやっぱあの心配されることももう正しいんですけどでも私はどっちかというともうすると思えばその前向きでですねあのできることやることしか考えないタイプなのでだから自分のそういう足りないところを皆さんに手伝っていただきたいだったらうまくいくと思いますあの結構あのねご本人がおっしゃってるようにフットワークの軽い方だと思うので そういうことも含めて、フランチャイズチャンネルという会社が、いや、そうじゃないんだよって、フランチャイズはそういうものではないということも、伝えることも含めて、協力するっていうことなのかなって僕は思いながら聞いていました。やっぱりあの、素人さんじゃないですか、フランチャイズに関しては。なので、あの、そういうなんかこう、頑張りたいっていう気持ちが、キムさんからは溢れているんですよね。でも、あの、それはそれで、やっぱり、 あの、ビジネスをやろうとするときに、あっていい志だと思うし、気持ちだと思うので、でも、それを本当のプロが、そうじゃないんだと。やっぱフランチャイズってそんなに甘くないよって言って、じゃあ、わかんないですけど、ここで成立したときに、あの、最初はやっぱり、5店舗なら5店舗、実際に、あの、集めてみて、そこが半年間なら半年間、本当に軌道に乗ったときに、次の一時募集に行こうよとかっていうことも含めて、指示を出すのも、あの、皆さんの、 お仕事なのかなっていう感じで聞いていました。あのさっきキムさんがおっしゃったあのリスクを一番私が取ってるっていう考えあるじゃないですか。僕はちょっと逆でフランチャイズ僕も一つじゃなくて二つとか本部やってるんですけど、その中で自分が考えたアイデアとか仮説ビジネスモデルをフランチャイズの加盟店さんがリスクを取ってくれてるっていうところが僕の中ではあって、だからその。 自分がいけるかもしれないでも直営でそんなにやれるのが難しいから一緒に協力してくれる仲間だからそのリスクを取ってくれる仲間に僕は感謝してフランチャイズっていうのはやる気持ちがあるのでなんかこう自分だけが突っ走るとその加盟店さんの気持ちがないがしろになっちゃうようなそういう本部にならないかなっていう心配はあるので、まあ、その目線っていうのを一回ゆっくり、まあ、これは僕の個人の意見ですけど考えた方がよりやっぱりフランチャイズってコミュニティなんで。 あのビジネスも絶対成功するかというともう直営でも8割なくなる世界なので、まあ、そういうところも頭の中に入れてやるとすごいいいフランチャイズが作れるんじゃないかなと,とい、はい、思いましたではキムさん、はい、あのそろそろ時間ですので、はい、最後もう一声言い足りないことがありましたら、はい、ぜひ4人の虎の方々にお伝えください。はい、ラストステートトトテメンでですす、はい、皆様が今日あのおっっしゃったようにですねあの私もまだあの勉強不足とか ま、この業界では、あの、まだあの知らないところが多いので、あの、だからこそですね、あの、ぜひあの、皆様の力をお借りして、もう、どうにかこのブランドを、ちょっと全国的に広げていきたいと。で、その前にあの、ま、商売とか関係なくですね、私はこの事業を始めた一番の理由なんですけれども、本当にあの、日本の皆様に、ただ美味しい、本当の韓国の美味しいチキンを食べさせたい。で、それを、いろんな方に、あの、例えば沖縄県から、 北海道にいらっしゃる方々までにですね食べさせたいというまあの気持ちがあるのでぜひ手伝っていただければと思いますよろしくお願いしますはいありがとうございましたじゃあ一旦ですね控室の方にお戻りいただきます、はい、どうぞ成功を確信する志願者対する虎たちは始まって間もないビジネスに不安を感じるこのすれ違いを乗り越えるため すべての思いを乗せたラストステートメントをぶつける志願者一体どう転がる物語はいよいよ最終局面へ決めましたはい、えー、今虎の4人であの議論をしていただきましたので結果が出ましたので林さんの方から、えー、お答えをお願いしますはい えー、やっぱりこう一気に100件広げようっていうところがちょっといやリスクを感じるというかしかもね自分がリスクを取るんだっていうとこもね加盟店さんがリスク取るっていうことはあんまり理解してないなと思ってこれかなって思ったんですけど。 そういうのも含めて、やっぱり、フランチャイズのことをまだよく分かってないっていうところがあるのと、あとは、その加盟店さんの実績知りたいっすよね。なので、3ヶ月間一緒に勉強しませんかはい。はい。でも、これで3ヶ月間一緒に過ごすことによって、さらに今の加盟店さんの,の様子を教えてもらうことによって、その時に、すごいいい結果が出たり、フランチャイズのことが、あの、よく、 理解していただけたら、その後こうこうなるかもしれないし、こうなるかもしれないっていうのはどうでしょうか。どうですか、キムさん。ありがとうございます。はい、あの今ですね、えっとキムさんが控室にお戻りになったときに本当にあのいろんな議論があって、それぞれのトラからバラバラの意見があったんですよ。はい。ただやっぱり共通してたのは、最後の方でキムさんがおっしゃったように、一気にね100店舗とかっていうところは あまりにもフランチャイズのことをまだ知らなさすぎると。それは危険だろうから、もう少しやっぱ基礎段階からちゃんとお伝えしていくべきなんじゃないかなっていうことだったんですね。それをして、まあ当然どっぷり手伝うってことにはならないでしょうけども、ふんわり手伝うなのか、フランチャイズの学校って今ね、あの札を出していただきましたけど、これあの、まあそこに出ていただくことによって、やっぱ勉強してもらうっていう気持ちを持っていただけるんだったら、その先がありますよっていうふうに、 捉えていただければいいかなと思うんでけどとういます。いかがでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いいですか。はい、はい、じゃあ、あの、そういう形で、あの、決まりましたので、もう一回改めてですね。一人一人から公表いただきましょう。はい、竹村さん。はい、えー、っと、まあ、この段階でてこられるというね、行動力はやっぱり素晴らしいとは思います。僕はね。あとは、あの、フランチャイズの社長に向いてるかどうかっていうのがあるんで。その辺、ちょっと、もう少し話をさせていただいて、判断していきたいと思います。ありがとうございます。はい。 はい、前田さん、はい、あのチキン美味しかったですし、まあ、いろんな授業をチャレンジされてると思うので、まあ、今度はそのフランチャイズをやる上ではまた相手がいるのでそのあたりのこう気持ちを考えながら授業を組めていけると素晴らしいものになるんじゃないかなと思うんで頑張ってくださいいありがとうございます結果どっぷり手伝うとかふんわり手伝うっていう,こう結果にはならなかったんですけどここにいらっしゃったこと自体はすごくプラスでいいことだったんじゃないかなって 感じました頑張ってくださいありがとうございますはいでは改めて早井さんはいやっぱお話していく中でマーケティングの重要性をすごく理解されてるのはめちゃくちゃいいと思いましたね美味しいだけじゃ売れないということもよくそれはあのなかなか分かっていただけないことなのであとは美味し,しいから今もう亀が決まってるんですよと言いつつ僕は キムさんの人柄、今までの仕事のやり取りとかを見て、キムさんの授業なら信じれると思って仮名が決まってると思うんですよね。だからそこもすごくいいと思います。うん、なので、その人たちがうまくいったら、5件とかってそれがうまくいったって言ったら、すぐ何十件かテストしていいんじゃないかなと、ね。ありがとうございます。はい、そうなれるように、一緒にしばらく勉強したいなって思、はいました。よろしくお願いします。 改めて、参加、ええフランチャイズの学校ですね。はい。知ってますかこのフランチャイズの学校。初めて聞いてね。はい、初フランチャイズの学校ですね。はい。3ヶ月無料招待券。はい、あの、佐賀から大変だと思いますけど、オンライン受講もできますんで。ああ、ありがとうございます。はい。じゃあ、とりあえず、頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、さっき待機出陣おった時、全然緊張しなかったんですけど、 やっぱりいざとなったら緊張しますね。<laughs> <laughs> すみません。でもやっぱりあの、ね、あの、配、はい、社長がね、あの、いい方向でおっしゃってくださってありがたいですけど、あでも自分は実際にですね、あの、まだあの、会社立ち上げて3年目で、まだあの、まあ、足りないところばかりで、でしかもま、外国人ということもあってですね、まだまだあの、知らないことが多いんですよ。うん、でも一つだけですね、あの、 もう頭が割れ分ですね。あの、ただもう真面目に自分ができることはする。もう嘘は言わない。まあそこだけは、まあ守っていきたいと思いますので、まあ今回、もうこれでも本当にもうありがたく、ちょっといただきますので、今後もしあの縁が繋がればですね、皆さんからもちょっと連絡いただいて、<coughs> この我々の授業を手伝っていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。 絶品の金ちゃんんチキンで挑んだ志願者その結果は FC 本部の学校を3ヶ月無料券獲得で終幕事業への熱を感じ取ったトラたちはだからこそフランチャイズを学んでほしいと志願者にとっての最適解を導き出したトラ志願者双方納得の結末そして物語はここから始まる キンチ,ャンチキン全国展開の未来は続報を待て